始まるよ。どうも皆さんこんにちは、太郎工場のアンドゥです。今回も今日幼なじみが死にます。こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。起きた。今回の死者はこの方だって。ああ、なるほど。お嬢様、悪役令嬢みたいな、そんな雰囲気あるけど。今好奇そうなお嬢さん、今回は彼女のズボラさが原因で死んでしまうだって今もしかして俺とんでもないネタバレされてるよね、いきなり。でもなんだ、別にね、そんな要素ないけど。バナナの皮をどこに捨てようとした？だって。え、あ、ゴミ箱ね。ゴミ箱に捨てようとしたバナナがコントロールの悪さで椅子に当たって跳ね返って落ちてきたと。ゴミ箱に捨てたつもりだったのだが、よく見て捨てなかったため入らなかったようだ。だって。まあまあまあ、あるあるっちゃあるあるかな。すってんクロリン、何が原因？あ、なるほど、ここでバナナの逆襲にあったと。でもまだ生きてる。これで転んでも俺は死ぬとは思えないんだけど。捨て損ねたバナナの皮だ。なんともベタである。確かにね、転んだ衝撃でこうなるとは。何が起きた？なるほどね。皆さん、ゴミはゴミ箱にちゃんと捨てましょうね。分別大事、そういうことなんですよ。結局こうやってね、結局痛い目見るのは自分なんだから。やっぱり自分で守れるものは守っていく、そういうことよ。シャンデリアが落下してきてそのまま圧死、最悪だ。でもこれあれだよね、高貴なお嬢様がゆえの死因ってことがすると怖いわ。むしろ起きた。お祭り前日、その太鼓をこっちにあげてくれと言ってそうな人は誰こいつだろ、まず間違いない。あれでしょ、お祭りの責任者みたいな方でしょ、きっと。台の上にいる係員解説が別に解説じゃねえんだよな。なんこの子供の回答みたいな感じ。ここにいる一番かっこいい人だね、これ台の上の人みたいな感じ。なんなんこのあ、ハトだというおい、ミッキーやってんじゃねえんだぞ俺は。さっきからめちゃくちゃ簡単なミッキーをやってるわけじゃないんだぞ。無邪気そうな女の子だ。だから解説じゃないんだって。もうちょっとなんかあれだろ、喋ることあるだろお前も。うわーと言ってそうな人ハトが襲いかかってる。うわーだこれは確かにうわー以外言ってない。これは解説とか言ってない。待って、俺合ってるわ。解説、トラックを運転してる人、クレーン車の運転手、急にハトが飛んできてびっくりしている。おい、なんか急に解説になるやん。なんでだよ、さっきまでね、なんとかやった人とか言ってたのに急に本気出すなって。グエーと言ってそうな。何これいつから感情を当てるゲームになってしまったの、このゲーム。ハトを追っかけた女性、彼女の些細な好奇心のせいで命を失ってしまった。だって。辛すぎるんだけど。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。